安藤貴一は日本の牧師。神学校の校長として進学教育に尽力した。1901年12月8日、福島県須賀川市大麻包み屋座4個内の没落した庄屋の安藤貴助と止めの長男として生まれる。商業学校に入学する。14歳の夏、商業学校在学中に家計のために行商をするが、 経済的理由で2年で退学する。1915年ぐれに15歳でおじを頼りに、上京する。山室軍平1916年4月4日、上野広高寺の旧世軍招待に行き、山室恵大尉によりキリスト教に入信する。向島旧世軍招待では、山室軍平の指導を受ける。下屋の成功会の集会で直接献身の証明を受ける。 その後、2ヶ月後の6月須賀川に帰郷する。1916年、福音教会須賀川協会での特別集会で、アンブライト宣教師の説教により、前期救いを経験する。1920年、福音教会須賀川協会の上大地神牧師が死去して、安藤が牧師代理を務める。見陰の聖書学者、安藤は、 前から2列目の列右から3人目1924年9月、沢村五郎によって再開された三陰聖書学者に入学した。そこで、教師の沢村、タゼット・ウィルクスの訓導を受ける。1926年3月に、聖書学者の校舎の風呂場で、沢村校長に、丹波の綾部で、 日本伝道隊の隊員として伝道するように任命され特別に第1号で聖書学者を卒業する。1928年9月19日、金婦人と結婚。1929年4月、天理市に移る。1931年3月、スマ教会に移る。M.A. マーガレット宣教師1951年。 日本イエス・キリスト教団の設立に関わる。1955年、日本伝道隊の宣教師マーガリット・エミー・バーネットの遺言により、前橋にあった前橋聖書学寮を、中央日本聖書学塾と改称して、須賀川に移転する。その後、1971年まで、中央日本聖書学塾の校長を務める。その間の教え子に、ハトリ・ジュンジラがいる。 1955年2月26日に太平洋航路で北米の電動旅行に出発する。7月下旬までロサンゼルス、カナダのバンクーバー、カルガリー、シアトル、またアメリカに戻りポートランド、オレゴン州オインタリオ、カリフォルニア州、デイビス、サンノゼ、サンノゼにあるバイオラ大学、フラージン学校、サンディエゴなどを訪問する。 帰国途中の8月頃、ハワイの教会を訪問中に、ヨドバシ教会の牧師、小原十三氏に会う。ありがとうございます。